どうも、高橋宮です。どうする家康、とうとう本能寺の変が終わりました。徳川家康黒幕説を匂わす予告でしたが、信長が望んでいたというような演出。それでもネットではかなり盛り上がっていましたね。ただ歴史あまり詳しくないよって人にとっては、家康黒幕説どういうこと、そんなのあるの、いやだ怖いとなっていると思います。徳川家康黒幕説、実はあるんです。というのも本能寺の変は謎が多すぎるんです。中でも謎に包まれているのが、明智光秀が謀反を起こした動機、光秀が信長を恨んでいたのか、誰かにそそのかされたのか、誰かと共謀したのか、50近い説があるのですが、その中から今回は徳川家康黒幕説についてお話しします。今回は黒幕としてなので、実行犯は明智光秀というのは確定、家康はその協力者もしくは事前に知っていたという前提で進めていきます。まず通説から見た本能寺の変前後の家康の動きを見ていきましょう。本能寺の変の数日前、織田信長が武田家滅亡を祝うため家康を安土城に招きました。そこでの凶悪役、接待の責任者が明智光秀でした。その後は京や大阪に赴き、文化人らと交流するなどして畿内に数日滞在する予定でした。本能寺の変当時は大阪堺にいたようで、京へ向かおうとした時に本能寺の変の知らせが届きます。京周辺は大混乱。この時家康に同行していたのは重臣ら30名ほど。明智勢と戦うことはできません。家康は信長を追い切腹しようとしますが、家臣たちが猛反対し三河に帰ることを決意します。しかし明智勢は家康の命も狙っているかもしれない、織田残党を狙う落ち武者狩りも怖い存在です。海を渡るのも決して安全なルートとは言えず、伊賀出身の家臣服部半蔵こと服部正成の案を採用し、険しい山道の伊賀の国を通り拠点の三河の国に帰ると決めました。三河に帰った後は軍勢を整え、信長の敵討ちに明智征伐へ。しかしその道中に羽柴秀吉が猛スピードで毛利攻めから引き返し、明智光秀を撃った知らせが入り、家康は軍勢を引き返します。次に家康が狙ったのは甲斐と信濃、旧武田領の2カ国は武田維新による一揆が相次ぎ、支配を任されていた織田家臣らは畿内へ逃走したり戦死したりと領主不在の空白地になっていました。その空白地域を上杉家、北条家と争う天正神武の乱が勃発。結果上野の国は北条氏が、甲斐信濃を徳川家康が、さらに家康の娘を北条氏に嫁がせ、徳川と北条は同盟関係に。そして徳川家は駿河、遠江、三河、甲斐信濃を領する大大名になりました。以上が本能寺の変、それに伴う天正神武の乱での徳川家康の動き。しかしいくつか疑問点があります。まずは神君伊賀越え、険しい道のりを進んでいき、かろうじて三河の国に戻ったが、かなり危険なルートでした。実際家康に従っていた武田の旧臣穴山信忠は家康を怪しみ別行動を取り、落ち武者狩りに襲われ命を奪われたと伝わります。ゲリラ戦を得意として、織田信長も大苦戦した伊賀忍者たちがいる山道を少人数で抜けることはあまりにも危険。服部正成が伊賀出身とされるが、実際は伊賀出身の子というだけで伊賀で育ったわけではない。となると安心材料には欠けるのではないでしょうか。次に天正神武の乱、織田家中が混乱したことで旧武田領の統治を任されていた方面軍指揮官滝川一益、その配下の森永吉らは敗走、甲斐の国支配を担った川尻秀孝は一騎軍に敗れ討ち死にと、統治者が不在で隣国の上杉家、織田と同盟を組んでいた北条も攻めてきました。
そんな状況で家康も甲斐の国に攻め込みます。しかし統治者不在とはいえ一応織田領であり、家康の行動は織田家との関係に亀裂が生じる可能性もあります。結果的にはその後の清須会議で家康の行動は黙認され、家康は甲斐と信濃を獲得。その点は本能寺の変によって得をした人と言えます。では実際に家康が光秀に協力する利点はあったのか。一つ考えられるのが武田家の滅亡です。武田家攻略の最前線だった徳川領ですが、その武田がいなければ、先ほど話したように北条と織田は同盟を組んでいます。つまり家康にとって隣接する勢力は全て味方、これ以上の領地を望めません。となると信長にとって家康の価値が下がるのではないか、そう考えるのが自然でしょう。どうする家康で描かれたようにずっともの関係なら別ですが、戦国時代何があるか分かりません。まあ全ては結果から見た推測、織田と北条の同盟が破棄される可能性もあれば、完全に織田に従属して領地替えなんてこともあるかもしれません。また飢餓越えで三河に帰り、動かした軍勢は本当に明智勢を打つためだったのか、もしかしたら明智と合流し畿内の織田勢を、決定的な証拠がない限りイフストーリーでしかありませんが、謎に包まれている分いろんな視点から見る楽しみがあります。真実がわかるまでああでもないこうでもないと歴史を楽しみましょう。この動画がいいと思った方はチャンネル登録、高評価、そしてコメントお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。